私はモノモデルになって3つやりたいことがあります。1つ目、何者にでもなれるという証明。2つ目、あなたにもできる誰かの背中を押すこと。3つ目、心を動かすストーリーをお届けすること。1つ目の何者にでもなれるは、年齢、そして今やってるお仕事と関係なく、なりたいややりたいという気持ち、思ったその瞬間から努力をすれば何者にでもなれるんだということを、27歳でモノモデルになった私だからこそ証明できるのではないかなって思っています。2つ目のあなたにもできると誰かの背中を押すことは、モノモデル1、自信のなかった私だからこそ、こんな私でもできたんだから、あなたにもできる、絶対できる、誰かの背中を押すことができると思っています。3つ目の心を動かすストーリーは、私のその夢を叶えるまでの過程がストーリー、そのストーリーに共感して一緒にみんなと感動をしたいなって思っています。この3つを叶えるために、私は1つの大きな夢、表紙モデルというのを掲げさせていただいています。モナ表紙決定戦。表紙モデルになりたいからこそ今回チャレンジさせていただきました。7月1日から7月31日と1ヶ月間長丁場になりますが、ぜひ応援よろしくお願いいたします。このムービーを撮っている今も、もうすでに緊張と不安でドキドキしています。このドキドキを少しでもワクワクに変えて、1ヶ月間前を向いてみんなと一緒に全力で頑張っていけたらと思いますので、ぜひお力添えよろしくお願いいたします。最後までこの動画を見てくださった皆さん、